皆さんこんばんは。11月19日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私、アリーリシュマル。コメンテーターはインヤンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。インビューがヨーロッパ向けに7カ国語対応開始。エントロピアユニバースで最高取引額記録更新。バーチャル行列ユニクロラッキーライン2。アメーバピング新コラボアイテム登場。来年もピナクリを使用した AR 実証実験。セカンドライフに SL ウェブビューバーのベータ版登場。まず最初のニュースです。インビューがヨーロッパ向けに新たに7カ国語で対応サポートが開始すると発表しました。インビューはファッションやエンターテイメントに興味のあるティーンエイジャーに人気のアメリカの 3D アバターチャットサービスです。ユーザー自身がアバター用の服飾アイテムや家具アイテム、空間を制作できる UGC の機能もあり、これまで仮想アイテム販売で高い収益を上げてきたほか、ユーザー初のチャリティー運動なども積極的に行われているサービスです。最近インビューではサービスの拡充が積極的に行われており、ユーザーの意見も積極的に取り入れる傾向があります。最近では8月に SNS 関係の機能を網羅した iPhone 版のアプリケーションが公開されていたり、先月もユーザーの強い要望に応え Mac 版のクライアントがリリースされたばかりです。インビューでは世界中に約5000万人のユーザーがいますが、そのうち約1100万人がヨーロッパからのユーザーだということです。これまでインビューでは英語でのサポートのみでしたが、今後はオランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、スウェーデン語のサポートも行っていくということです。現在すでにスウェーデン語バージョンが公開されており、来週より順次各言語がサポートされるということです。次のニュースです。スウェーデンの 3D 仮想空間エントロピアユニバースにて仮想世界での高額取引記録の最高記録がまた更新されました。エントロピアユニバースはマインドアーク社が運営するリアルマネートレードに積極的な仮想世界の一つで、仮想通貨を現実の通貨として引き出せるキャッシュカードを発行していることや、惑星開発パートナーという制度で契約した開発者や企業がさまざまな特色を持った惑星を開発・公開できることが特徴のプラットフォームです。バーチャルワールドニュースでも高額取引の話題やマイケル・ジャクソン氏の惑星やユニバーサル・モンスターの惑星などのニュースなどをご紹介しています。今回取引されたのはワールド内にある各種サービス施設で、ユーザージョン・ジェイコブさんが自身の所有していた仮想ドームやショッピングモール、スタジアム、クラブ等をまとめて別のユーザーに売却しました。今回の売却額を米ドルに換算したところ33万5000ドルになったということです。これまでのエントロピアユニバースの高額取引の最高額は、記録は2009年の12月にエントロピアユニバースの中に存在するクリスタルパレススペースステーションという巨大スペースステーションの所有権が33万ドルで売却されていました。エントロピアユニバースでは施設利用者から利益の一部を徴収できるため、このような高額な取引が実現するようです。次のニュースです。11月15日より衣料品販売のユニクロが
バーチャル行列イベントユニクロラッキーライン2を開始しました。ユニクロラッキーラインは今年5月に実施された仮想行列イベントで、ツイッターアカウントを登録するとユーザーの代理となるアバターがサイト上の行列に並ぶというキャンペーンサイトでした。5月に行われた初回のイベントでは約14万人のアカウントの参加があり、参加したユーザーに抽選でプレゼントが配布されました。その後、ユニクロ台湾店オープン時に行われたユニクロラッキーライン in 台湾ではなんと63万人以上がバーチャル行列に参加しました。今回のユニクロラッキーライン2は母体である株式会社ファーストリテイリングの創業61周年キャンペーンの一環として行われ、みんなで並んで日本縦断がテーマとなっています。行列が長くなるにつれて、北海道から東北、北陸、関東とスクリーン上のバーチャル行列が日本を縦断するというシステムになっています。前回にも増して多くの特典が用意されており、並んだ全員に100円オフクーポンが当たるほか、その場で当たるプレゼントにはニューヨーク、パリ、ロンドン、上海への旅、ペアで行くグローバル機関店ツアーや日本全国ご当地グルメなど豪華景品が用意されています。さらに61万人の行列が達成するとオンラインストア限定の特別セールが開催される予定になっています。参加方法もパワーアップしており、前回のツイッターに加えミクシーやフェイスブックとも連動します。ファーストリテイリングの61周年を祝う創業感謝祭が始まる11月20日朝6時まで参加できますので、興味を持たれた方は今から参加してみてはいかがでしょうか。なお、11月20日から23日に開催されるリアルの創業感謝祭は、初日朝6時までに全国の対象335店舗に来店した人に、各店舗先着100名にアンパンと牛乳のプレゼントや、ハズレなしのスクラッチカードなどが配布されるほか、4日間限りの特別セールが実施されるということです。次のニュースです。アメーバピグの話題です。株式会社サイバーエージェントが運営する 2D 仮想空間アメーバピグのモバイル版が、サン X 株式会社のキャラクターカモノハシカモの仮想アイテムの販売を開始しました。カモノハシカモはいつでも語尾にカモがつく曖昧で優柔不断な生き物で、仲間にハリネズミかなとカモノハシダスがいます。今回販売されるカモノハシカモの仮想アイテムは有料通貨のアメゴールドで購入可能で、アバター用のポシェット300アメゴールドと手持ちのぬいぐるみ380アメゴールドのほか、モバイル版でのみ利用できるアバター背景3種類が各150アメゴールドで販売されます。購入は先月オープンしたアメーバピグ携帯版のリラックマショップに追加されています。もう一つご紹介する話題は、サントリー食品株式会社のペプシネックスとのコラボレーション企画第2弾ラブクリスマスキャンペーンです。今年3月に行われた第1弾のキャンペーンでは、3月2日から4月6日までワールド内の渋谷106前、渋谷道玄坂エリア、代々木公園ペプシネックス広場がペプシカラーにデコレーションされ、無料通貨の飴でペプシネックス特別限定アイテムが購入できたほか、ペプシネックスプレゼンツなりきりアーティストコンテストが開催されていました。今回のラブクリスマスキャンペーンでは、アメーバピグ内の
代々木公園東の大きな森エリアをペプシネックスの世界観を投影したクリスマスデコレーションでジャックし、そこでクリスマスツリーやサンタの衣装などのペプシネックスオリジナルのクリスマスアイテムなど計8種を期間限定で配布するということです。また同キャンペーン企画中にアメーバピグ内のさまざまなエリアにペプシネックスサンタがランダムで登場し、遭遇したユーザーに嬉しいサプライズが起こる仕掛けも用意するとのことです。この神出鬼没のペプシネックスサンタを見つけたときは一緒に写真撮影を行い、撮影した画像でブログに投稿すると参加できるキャンペーンもあるので、サンタを見つけた人はすかさず一緒に写真撮影してみてください。次のニュースです。オーギュメンテッドリアリティ AR の話題です。東京急行電鉄が株式会社関心空間と大学共同利用機関法人情報システム研究機構、国立情報学研究所、東急エージェンシーと共同で iPhone 向け AR アプリピナクリを利用した実証実験を渋谷駅周辺にて再度行っています。この実証実験は経済産業省2010年度IT とサービスの融合による新市場創出促進事業、地理空間情報基盤活用サービス実証事業の一環として採択されているもので、2011年3月末日まで実施されます。ピナクリは渋谷で過ごす人たちがお気に入り情報を街の中で楽しみながらシェアすることで新しい発見を促し、アプリを通して提供されるジオサービスです。今年2010年の実験ではアニメ作品電脳コイルとドラえもんの劇場映画のキャンペーンが行われ、ピナクリを使い渋谷の街に隠された2作品に関するアイテムを探し出す試みが実施されました。電脳コイルの試験では期間中に渋谷でピナクリを起動すると特定の場所でメタバグピンが表示され、ピンを全部集めてパルコのインフォメーションコーナーへ持ち込むと、渋谷パルコで使える無料お食事券500円分が先着100名にプレゼントされました。また設置キャラクター紹介ピンを読み込むと電脳コイルのキャラクターの情報を入手が可能でした。また2010年2月1日から3月10日まで実施されたドラえもんの試験では、特定の場所で AR 画面上の渋谷の街が水没し、隠されたドラえもんピンを読み込むと映画のび太の人魚大回戦のストーリーと象徴的なシーンの画像を見ることができました。今回は街の中の商店や駅の中に位置情報付きの AR マーカーを貼り出し、それをピナクリで認識させることで iPhone の画面上にお得情報や案内情報などの各種情報を表示する実験を行うということです。また合わせて AR マーカーを活用した位置情報連動型ソーシャルゲームも提供し、街の活性化を目指すということです。なおこの実験を踏まえ、今後はさまざまなエリアへの展開も検討していく予定だということです。次のニュースです。セカンドライフのウェブブラウザ版のベータビューアーが公開されました。セカンドライフでは今年さまざまな方針が打ち出されましたが、その中の注目の一つがリンデンラボ自身が開発するウェブ版のビューアーの話題でした。これまでセカンドライフのウェブブラウザ版のビューアーは 3D 会社が開発していた IM やチャット、インベントリの参照が可能なモバイルライフや株式会社サンが公開していたウェブブラウザ版のビューアーなどがありましたが、サンのブラウザビューアーは同社の撤退により運用が停止し、実用に耐えるブラウザビューアーはこれまでありませんでした。しかし先日11月16日、
セカンドライフの公式ブログとユーザーへのメールにて、セカンドライフのベータビュー案が発表されました。同時にこのベータ版のウェブブラウザ版ビューアーをテストするため、多くのユーザーに協力してほしいとも呼びかけています。このお知らせに貼られたリンクをクリックすると、告知用のムービーと接続テスト用のボタンが表示されます。接続のためのボタンをクリックすればテストが可能らしいのですが、現在はセカンドライフのアカウント登録画面に飛ばされてしまいます。この SL ウェブビューアーが軌道に乗れば、セカンドライフの新たな可能性が見えそうです。インヤンさん、このニュースいかがでしょうか？はい、とても楽しみなニュースの一つだというふうに思っています。前にもですね、いろいろと、輪電車の方向性ということの時にもお話ししましたが、輪電車としてはこの今回 のウェブビューアーの部分、またもう一つですね、携帯電話のスマートフォンに対応したビューアーも、本格的に力を入れるというような話をしておりました。その中の一つが、ちょっと形が少し見えてきたのかなというふうに思っています。私もですね、試してみようと思ったんですが、なかなかうまく、起動できないので、今はまだちょっとわかりませんが、こういうようなものが今後、どんどん出てくると、楽しい、世界になってくるんじゃないかなと思っています。また携帯電話や iPhone、iPad のですね、ゲームエンジンというものも最近結構、いろいろと、リリースされてきていますので、3D とか3次元の描写、あとレンダリングの機能っていうのもかなり上がってきたのかなというふうに、感じています。ですので今後セカンドライフが、そういうようなデバイスの上でも、動くというような形になれば、なるほど、多くの人もまた活用したり、またコミュニケーションにですね、活用できるようになるんじゃないかなというふうに思ってますので、大変楽しみです。以上です。ありがとうございました。次は私アリーのピックアップコーナーです。今回ご紹介する場所はラウンジフィオレ。入り口にはお花がたくさんあります。中に入ると宇宙船の中にいるようなサイバーな雰囲気のラウンジです。ラウンジとは待合室、休憩室という意味。その名前の通り、気楽に遊びや待ち合わせにも利用できそうです。また部屋の中に時計があるのですが、リアルタイムの時計になっていて驚きました。ここにはフリーのアイテムも置いてあります。リニューアル記念ということで、スーツとお弁当がありました。そしてもう一つびっくりしたのは、回転寿司のスペースがあったことです。水色と白のしましま模様の椅子が可愛いですよね。ちゃんとメニューもあるんですよ。エビ、タコ、ウニはもちろん、フルーツパフェなどもあるんです。私が行った時には誰もいなかったので、またお邪魔したいと思います。営業時間は毎週金曜24時から深夜だそうです。デートにも待ち合わせにも、ふらっと寄ることができそうな素敵なラウンジでした。以上、アリーのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。